こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのチェルシーが再び大型補強を敢行するのではないかという報道が出ましたので、この件に関してお話をしていきながら、昨日発表されましたモイセス・カイセドの加入に関してもお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきます。まずはですね、大型補強敢行の話をする前に、カイセド加入に関してお話をしていきます。昨日、2023年の8月の14日、ブライトンからチェルシーに移籍することが確定いたしましたモイセス・カイセド。推定移籍金が1億ポンド、日本円で総額212億円と言われております。この金額は同年1月に獲得を決めたエンソ・フェルナンデスの1億2100万ユーロ、推定170億円を超える金額になったということで、チェルシー史上最高額の移籍金ということです。なおかつですね、昨日発表されておりますけれども、デクラン・ライスの移籍、190億円以上の金額で英国史上最高と言われていたんですけれども、その移籍金をですね、同じ年に、超えるということにもなりましたので、現状モイセス・カイセドを超えるプレミアリーグでの移籍は今のところありません。そして契約期間ですけれども、2031年までの8年契約プラス1年間の契約延長オプション付きという形でまとまりました。チェルシーはですね、エンソ・フェルナンデスもそうですし、ムドリクなどもね、そうですけれども、長期契約を結んで、年俸を比較的安く抑えるような形で、契約していくというスタイルを、トッドベリー体制になってからは行っておりますので、年齢を重ねて、年俸が高くなっている選手、稼働率だったりとかね、売却していくところでちょっと難しくなっていくような選手っていうのはですね、できるだけ、除外していくようなスタイルを、今、継続しておりますので、モイセス・カイセドという人物はですね、21歳ということもありますし、能力が高いことはですね、皆さんもご存知の通りだと思いますので、チェルシーのサポーターの方々からしてもですね、この獲得、非常に喜ばしいことなのではないかなというふうに思います。カイセド本人もですね、この移籍に、非常に興奮しているということで、コメントを残してくれてます。チェルシーに加入できて本当に喜ばしく思っている。このビッグクラブに来ることができてとてもワクワクしているよ。チェルシーから電話がかかってきたとき、二度も考える必要はなかった。僕は心の底からこのクラブと契約したいと思っていたからね。ここに来られて夢のような気分だし、チームと一緒にシーズンを始めるのが待ちきれないというふうにコメントしてます。で、同じくチェルシーのですね、スポーツダイレクターを務めておりますローレンス・スチュワートもですね、コメントを出しておりまして、モイセスは過去18年間ヨーロッパサッカー界で傑出した選手であることを証明してきた。彼をマウリシオ・ポチェティーノのチームに加えることができ、我々は感激している。彼は中盤の選手として類稀なるスキルを持っており、我々が以前から狙っていた選手でもあるんだ。彼は今シーズン、そしてこの先数年間、スタンフォードブリッジで大きなインパクトを残してくれると確信しているよ、というふうにコメントしております。本人も相当前向きにコメントしてますし、スチュワートもですね、彼の獲得に関して、長期間ね、スカウトを送り込んで、調査して、獲得したいということをね、望んでいたというふうに発表しておりますから、今年の冬かな、1月のタイミングでアーセナルに移籍する可能性がね、高まっていた選手ではあったんですけれども、減価償却だったりとかね、うまくお金を使っていきながら冬に塩素を獲得してましたから、そこで獲得するのは難しかったのかもしれないですけれども、アーセナルがね、獲得することができなくなってしまって、チェルシーが、夏のマーケットの中でうまくね、時間と経費を使っていきながらですね、うまく売却を進めていきながら、資金をしっかりと作って、カイセドの獲得一本釣りに近いような形でね、できたのだというふうに思います。競合であったリバプールからすると、本当にファビーニョが抜けたりとかね、ヘンダーソンが抜けたりっていうところで、どうしてもね、中盤のところ取りたかったっていう中で、チェルシーが狙っていたカイセドをね、横槍入れるような形でちょっとこう狙いに行ってたっていう形だと思うんですけれども、カイセド本人が、コメントにも出していましたけれども、二度も悩むつもりなかったですと。
で、もともとまあチェルシーに行くつもりでしたよみたいなね、報道もされていたぐらいですから、まあリバプールが、オファーを出していたとはいえど、チェルシーがしっかりと金額を出せば、チェルシーに心が揺れていたみたいですから、リバプールからするとちょっとね、残念な、ことかなというふうに思うんですけど、まあでもチェルシーのサポーターの方々からするとね、自分たちが求めた選手であり、まあ、選手本人が、自分たちのクラブに来たいと思ってくれているっていうのはですね、まあ、非常に喜ばしいことだと思うし、よりねこうサポーターの方々も愛情を向けられる選手なのではないかなというふうに思います。では彼のプレースタイルを軽く紹介させていただきたいんですけれども、まあ、本職はボランチもしくはアンカー、まあ、インサイド、右サイドバックも担えるというね、ユーティリティ性を持ち味としながら、フィジカル面、技術面、そしてサッカー IQ と言われるようなね、まあ、ポジショニングのセンスだったり、まあ、判断力って言われるようなところも、全て兼ね備えた超万能型の、中盤の選手という印象があります。特にですね、ボールを保持した時、非保持の時もそうですけれども、その状況での判断力、素晴らしいと思います。で、狭い局面で難しい状況になっても、そこで自らのフィジカルを保険として使って、ボールを前進したり、ボールをキープしたり、ファールをもらったりっていうこともできる選手なので、まあ、まさに近代型の、選手かなというふうに思います。まあ、チェルシーに行かずとも、どこのクラブに行ったとしてもですね、大活躍できる選手だろうなという印象がありますね。まあ、そんな彼を、大金を使ってね、獲得したということで、まあ、チェルシーは本当に、素晴らしい補強をできたと、呼べるかなというふうに思うんですけれども、チェルシーはですね、ここで止まらず、なんとさらに大型補強を敢行するみたいです。噂として上がっているのが、サウサンプトンのロメオ・ラビア、そしてクリスタル・パレスの、マイケル・オリース、この2人の獲得を狙っているということですね。ラビアに関しては、まあ、リバプールも狙っていた選手なので、まあ、正直取れるのかなっていうところが、ね、気になるところではあるんですけど、相当高い金額をチェルシーは提示できるみたいですので、リバプールも、まあ、ラビアの獲得に資金はしっかりと使う予定だったと思うんですけど、まあ、カイセドの獲得にね、一度手を出してるぐらいですから、まあ、準備できるんだろうなっていうところではあるんですけど、まあ、何やら、ラビアに、まあ、設定しているリバプールが設定している金額と、まあ、サウサンプトンが設定している金額で、まあ、相当な相違があったりとかするみたいで、逆にセインツが求めている金額を、まあ、チェルシーは出せるっていうことみたいですので、獲得が決まりそうだと。まあ、もちろん急転直下でリバプールに行くっていうこともあるかなと思うんですけれども、まあリバプールが求めていたカイセドと、まあ、ラビアを、持っていくということで、まあそこだけでも本当にすごいなと思うんですが、その上クリスタルパレスのマイケル・オリースも狙っていると。本当にねチェルシーの、まあ、クラブとしての方向性っていうのがすごく見える、補強だなっていうふうに思いますね。若くて、年俸も安くて体制すればうまく、高い金額でまた売却できるっていうね、本当にこう育成をうまく使っていきながらお金もしっかりと自分たちのスタイルにはめていきながら、やろうとしているなっていうのは、まあ、本当にラビアの獲得もそうだし、オリースの獲得もそうだし、まあ、カイセドね、の獲得もそうですけど、まあ、すでに獲得している選手たちのね、年齢とかを見てもすごく、まあ、感じる、遺跡だなっていうふうに思いますね。なので、まあ、この2人の獲得が決められるのかっていうのは正直わからないですけど、FFP の問題とかをうまく回避できるっぽいのでチェルシーは、まあ、それこそ先ほど話した、まあ、高額年俸を支払わなければならない高齢な選手を抱えるっていうスタイルから長期契約を結んで比較的年俸安いっていうところで、年単位での帳尻を合わせるっていう方向でうまくバランスをとって FFP に引っかからない形で終えられるみたいなんで、まあ、素晴らしいと思うんですけどね。ただリスクも当然伴うので、それだけやっぱり若い選手を取って長期契約で取るっていうことはその選手が耐性しなかった場合のリスクをね負うことにはなるんで、まあ、チェルシーとしてはそこがね、気になるところではあるかと思うんですけど、今のところ取ってる選手はほとんど、間違うことがないというか、この先まあ大きく、まあ、成長していくだろうなと。より一層こうね、経験も積んで能力も伸ばしてくる選手たちでしょうから、現状ね、不安はなさそうな、候補たちばっかりかなっていうふうには思うんですけど、
まあどこかでね怪我を負ってしまってね厳しくなるっていうこともねないわけではないですから、まあそこだけがねちょっとヒヤヒヤしながら見ていかなければならないポイントかなっていうところではありますね。はい、ではちょっとここからねお話変えまして、そのロメオラビアと、オリスがもしチェルシーに加入した場合のお話をしていきたいんですけれども、チェルシーはですね先日開幕戦終えたんですけれども、まあ、リバプールと、試合を行いました。その開幕戦では 3-4-2-1 を採用しておりまして、プレシーズンのドルトムント戦などは 4-2-3-1 を採用してました。なのでポチェッティーノはスパーズ時代に 4-2-3-1 を使うことが多かったですし、パリ・サンジェルマンの時もその形が多かったので、まあその形がベースになるかなと個人的には思ってたんですけど、まあ対戦相手がリバプールっていうこともあったりとか、まあ近年チェルシー3バック採用することが多かったので、まあその形をベースに、まあ、継続するような形でもしかしたら、対戦相手のことも考え 3-4-2-1 っていう形も使ったのかなというふうに思うので、4-2-3-1、まあ、3-4-2-1 をベースに、この2人の加入、ラビアと、オリースの獲得を含めてちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど、まずはロメオ・ラビアに関してですね、まあ、彼の得意ポジションは多分ボランチの一角、まあ、センチ時代もそこで使われてますし、まあ、時折インサイド気味で使われたりすることもあったんですけれども、まあ、そのボランチのポジションで、まあ、強度高く、ボール保持非保持で、まあ、ボールをキープする能力も提示できたり、ボールをダッシュする能力も提供できたり、あとは広いエリアをもう動き回って、プレーできるっていう能力を持ってる選手なので、中盤の強度をすごく高くすることもできるし、特にチェルシーに関してはすでにカイセドの加入を決めていて、なおかつエンソフェルナンデスっていうタレントがいますから、まあそこの部分で彼らがしっかりとドシッと構えてくれればラビアの個性っていうのはうまく活かせるでしょうから、まあ、本当にチェルシーにとっては本当により固く守りながらボールを前に運べるっていうタレントが、まあ、加入することになるので、まあ中盤のスカットが若く強く強固になっていくなっていうふうにはすごく感じます。ただチェルシーが採用している 3-4-2-1 と 4-2-3-1 をベースになると、まあカイセドとエンソで相当な金額使ってるんで彼らを外すっていうことはないはずなんで、まあラビアとローテーションっていうことになるとちょっともったいないなと。まあせっかくだったらこの3枚使いたいっていう風に思っていらっしゃる方が多いと思うので、まあ例えば 4-3-3 のシステムを採用してそのまま3枚そこに当てはめて、アンカー気味にカイセドを使ってインサイドでエンソとラビアを使うとか、まあエンソをアンカー気味に使ってカイセドインサイドっていう形でもいいですけど、エンソフェルナンデスね、開幕戦でね、ボランチの一角で上下アップダウンする役割すごく向いてましたし、しっかりできてたんで、まあね、あのカイセドの方が多分強度とかはすごく高いですから、なので僕だったらカイセドちょっとアンカー気味にしてエンソをインサイドで使うかなと思うんですけど、まあその辺は臨機応変に変えられるでしょうし、まあそのまま 4-2-3-1 でトップ下気味に、ラビアを使うっていうこともね、まあできなくはないでしょうから、まあそういった形でやっていくだろうなというふうには思いますね。はい、なので彼らが加入するということになると、ちょっとギャラガーとかアンドレイ・サントスとかね、チクエメカとかウゴチェクはちょっとね、厳しくなってくるかなと。まあギャラガーね、開幕戦よくやってたかなと思うんですけどね、普段やり慣れていないところでね、出場してきっちり仕事もこなしてましたし、ね、アンカー気味のところでしっかりとポジションも取れてましたからね、こう動きすぎずっていうところも提供できていたと思うんで、僕はね、控えとしては全然いいかなと思うんですけど、まあ彼も若いからね、試合に出たいって当然望むでしょうから、そうなった時ね、ポチェッティーノがうまく彼らのそのメンタルケアをしていけるかっていうところもポイントですね。あとはまあアンドレイ・サントスとかウゴチェクとかね、まあチクエメカもそうですけど、彼らも若いですから、ね、レンタルで売却するのかとかね、その辺もちょっとこう考えていかなければならないかなっていうところはありますね。ただアンドレイ・サントスはそんなお金かかってないんでね、売却する可能性はありますよね。ダトロがウニオンベルリンにレンタルで行ったじゃないですか、新しい政権になって獲得した選手だけど、なので、まあ、アンドレイ・サントスとかもちょっとそういった形になるかもしれないですね。はい、ではオリースの獲得に関してですね、オリースなんですけど、まあ、クリスタルパレスの試合をね、まあ、ご覧になられた方はご存知の方が多いと思うんですけど、まあ、右サイドだったりとか、まあ、右のインサイドハーフとか、
まあ、任せられる、選手かなというふうに思うんですけど、まあ、左利きのドリブラーでフランス人の選手なんですけど、まあ、特別突破力を常に提供できるっていうわけではないんですけれども、まあ、キックの精度が高かったりとか、切り返し深い中での、クロスボールだったりとか、まあ、一つ一つのセンスがすごく高くて、味方との協力も高いみたいな選手なので、チェルシーに限らずマンチェスターシティなどもね、狙っている超がつくほどの、まあ、人気銘柄の選手なんですけど、まあ、チェルシーに加入するということになると、まあ、4-2-3-1 だと右サイドだったり、まあ、4-3-3 だったらインサイドになるし、まあ、3-4-2-1 だったら、右のシャドウのポジションになるだろうなと。開幕戦スターリングが使われてたんですけど、まあ、スターリングよりかは全然いいと思うんで、間違いなくアップデートはされるかなと。で、4-2-3-1 の右になると、まあ、うまく味方を使うこともできるし、特にチェルシーの右サイドバックってリース・ジェームスと、マロ・ギュストじゃないですか。まあ、攻撃性能も高くてクロス精度も高いみたいな、選手たちですから、うまく連携もね、作れるでしょうし、中入ったところでのプレーもね、めちゃくちゃうまい選手なんで、まあ、右のインサイドできる時点でまあそうなんですけど、まあ、そこの補完性っていうのもすごくいいのかなと。まあ、金額がどれぐらいの金額になるかはちょっとわからないんですけど、まあ、マンチェスターシティがね、今ルーカス・パケタ狙いに行ってる動向みたいな話があるんで、今そっちにね、シティがちょっと話集中している間に、話を早くまとめちゃって、獲得しに行くということになればですね、チェルシーはすごいスカットがまた生まれるなと。なので、まあ、現状のチェルシーで、まあ、11組むということになったら、まあ、この2人ね、オリースと、ラビアを含めた11を組むということになったら、まあそうですね、4-3-3気味が一番いいのかな、一番使うということになると、もしくは4-2-3-1がいいのかなと思うので、まあ、ロベルト・サンチェスがゴールキーパーに入って、まあ、4バック右からリース・ジェームス、まあ、右のセンターバックに、そうですね、まあ、チアゴ・シューバーが一番いいですけど、まあ、チアゴ・シューバー、左にコルウィル、で、左のサイドバックに、まあ、ベンチルウェルになるのかな。で、3センターで、まあ、エンソ、カイセド、ラビア。で、右にオリース、で、ワントップ、ニクラス・ジャクソン、左サイド、まあそうですね。この前はね、シャドウ気味でチクエメカ使われてましたけど、まあ、万全な状態だったらムドリックになるのかな？まあこんな感じになるのかなとは思いますけどね。まあ3バックの場合だと、まあゴールキーパーロベルト・サンチェスで、そうですね。3バック右から、まあディザシー、チアゴ・シューバー、コルウィル。ウィングバック右リース、左チルベル、中盤がエンソとカイセド、右のシャドウにオリース、左のシャドウ気味に、まあそうですね、ラビアを使うとなると、まあそこにしか使うところはないんでしょうけど、でもそうですね、ムドリクとか、あとはそうですね、あ、エンクンクいましたね。ごめんなさい、エンクンク忘れてましたわ。そっか、エンクンクもいるのか、チェルシー。いや、強いな。そっか、エンクンクですね。そこエンクンク使った方が絶対ですね。エンクンクとオリースのシャドウ気味に、ワントップニクラス・ジャクソンでしょ。いや、強いわ。強いわ。無理にラビア使わなくていいっすもんね。まあ、はめるとしたら本当もうそこしかないかなっていうところですけど。いやー。ねえ、だってチアゴシューバもね、相変わらず能力高いですけど、やっぱり年齢重ねてきてね、衰えが出てきてるんで、別に無理に使う必要もないわけですから、ねえ、ディザシを2センターバックの右に使うのもいいし、バディアシルもね、いるわけだし、ねえ。いや、強いね。強いわ。チェルシー強えわ。というか、プレッシャーを与えるわけじゃないですけど、もしラビア来て、オリースも来てっていう状況のスカットになって、まあ、エンクンク怪我とかしちゃってますけど、このスカット抱えて、欧州のコンペティションない状況で、ポチェッティーノが、結果残せなかったら結構きついっすよね。ポチェッティーノの評価に関わりますよね。
だって一つのコンペティションがないってことはその分の時間ができるっていうことですから、その分やっぱり練習で時間を使ってこう組織的なものをこう構築していくこともできる時間が作れるはずですからね。ポチェッティーノは、まあ、そういったプレッシャーを感じることにはなるけれども、まあ、でもそこをしっかりと構築してチェルシーがね、こう一つでも高い順位に導くことができたとするならば、ね、評価も当然上がるし、来シーズンのね補強にもまた使ってもらえるわけですからね、大きなチャレンジにはなるけれどもね、ポチェティーノからすると、まあ、スパーズ時代に補強してもらえないみたいなことはないわけですから、なんだったらねこんなに補強してもらっていいのっていう状況みたいな感じですからね今ね。なのでプレミアリーグ集中でどれぐらいの組織力をチームとして、そして個としてもね、選手それぞれがね見せてくれるのかっていうのはすごく注目ポイントとして高いですね。はい、あとはそうですね、まあ懸念点として僕が持ってるのは、年齢が若いので経験値を持ってる選手が少ないので、チャンピオンズリーグの舞台だったりとかプレミアリーグの優勝争いにもし絡んでいくっていうことになった時のそのメンタルの持ちようっていうところはちょっとシティとかに比べると後手を踏むことになるので、そこが左右してちょっと勝ち点落としちゃうとかっていうことはあるのかなと。やっぱり相当若いチームなのでこのチームは、なので楽しみはあるんだけれども、その分のこう、まあ、欠点というか、そういったところも当然持ち合わせているっていう、まあ、状態なのかなっていうところはありますね。はい、まあ、だとしても素晴らしいですかと思ってます。はい、ね、めちゃくちゃ強いですねこれ。本当に先日投稿させてもらったプレミアリーグの順位予想ではもうカイセドが来るかもちょっと微妙だったし、こうラビアとオリースが取るなんて正直思ってなかったんで、ちょっと順位変えたいですね。ねえ、チェルシー多分もっとやれますねこれ。うん、スカットだけ見てももっとやれそうな気しますもんね。まあ、あのラジオ収録した頃は全然ねそういった話題もなかったんでね、チェルシーの予算的にも厳しいんじゃないかなとかね、いろいろちょっとこう考えてお話はあの時はあの時でさせてもらってるんですけど、まあ9月の1日までねやっぱり指揮市場が空いてるんで本当に何が起こるか分かんないですね。はい、まあ、もしかしたら9月の1日時点で完全にもう市場が閉まった状況でもう一度ねプレミアリーグの優勝予想みたいなことをさせてもらうかもしれないけれども、まあでもチェルシーに関しては、まあ、期待と高く持ってもいいのかなって思える補強をしそうですね。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。